ステファン・チャルニエツキは、ポーランド・リトアニア共和国のシュラフタ、軍人。小貴族から、王官僚やセンエトマンを務めるマグナートに、のし上がるという当時のポーランドでは、稀な大出世を果たし、1664年7月22日に、キエフのボイボーダに、1665年1月2日に、王官僚やセンエトマンに任命された。チャルニエツキは、 ポーランドの国民的英雄とみなされ、現ポーランド国家、ポーランドは未だ滅びずの歌詞にも言及されている。軍務の経歴では、フメリニツキーの乱、ロシア・ポーランド戦争、スウェーデン大洪水に参戦、特に対スウェーデン戦争において、ゲリラ戦を活用したことが、ポーランドの勝因の一つとされる。ポーランド南部のブーシチョバ近くのチャルンチャで、チャルニエツキ家の一員として生まれた。 1599年という日付を決定的に証明する文献はなく、レシェク・ポト・ホロデツキやアダム・ケルステンといった歴史学者は1599年としたが、歴史学者のズジスワフ・スピエラルスキは1604年とした。父のクシュトフ・チャルニエツキは16世紀末から17世紀初にかけて戦争に何度か参戦した軍人であり、後にポーランド王妃、 コンスタンツェ・フォンエスター・ライヒの提審になった。歴史学者のミロスワフ・ナギエルスキは、チャルニエツキ家がさほど裕福ではなく、ステファン・チャルニエツキのライフチャンスを制限したとしているものの、ポトホロデツキは、チャルニエツキ家がいくつかの村と小さな町一つを所有しているとし、財産が少ないわけではないとした。しかし、クシシトフ・チャルニエツキは旧難一条を設けていたため、 財産を分割した場合一人の取り分はかなり少ない。このような状況ではあるものの、クシシトフは王妃の宮廷を取り入ることで、その影響力を利用して、息子たちを低身にし、出世を早めることができた。ステファン・チャルニエツキの幼年期についてはほとんど知られていない。家族に彼を外国の大学へ送り出す資金がなかったため、ステファンはクラクフカサンドミエシュで、 イエズス会の学校から中等教育を受けた後、早くから軍人としての道を歩み始めた。中等教育から卒業した後、ヤン王子の定身になった。ユサール部隊に入隊するのに必要な装備を購入する資金もなかったため、1621年春に飛ば自主としてリソフチツイ王兵隊に入隊した。18 22歳と若くして主官になったチャルニエツキは1621年の補填の戦いに参戦した。この戦いでは、共和国軍がオスマン帝国軍に勝利して、ポーランドオスマン戦争を終結させた。リソフチツ洋兵の残忍さに学んだのか、以降の戦闘でも、勝利のために手段を選ばず、一般人への残虐行為も行った。1623年にニーパベウチャルニエツキが、 ボイスコクファルチャネという正規軍の軽騎兵隊員に任命されると、パベウはステファンなど兄弟を自身の部隊に招いた。兄弟たちは、王官領野戦へ、トマンのスタニスワフコニエツポルスキの部下として1624年のマルティヌフの戦いなど対クリミア半国の戦役に参加した。1625年、コサックによるジュマイロの乱の鎮圧に関わり、 1626年から1629年にかけてはポーランドスウェーデン戦争を戦った。ステファンの景気兵は偵察、陽動、敵地への襲撃などに使われた。兄のホロンギエフで従軍していたステファンだったが、1627年にホロンジーに昇進した。同年8月6日から7日にかけて、グスタフ2世アドルフが、 毎発で戦死を逃れたディルシャウの戦いに参加した。この時期、コニエツ・ポルスキの傭兵と敵軍である、スウェーデン軍、コサック、タタールを観察して、軍事を学んだ。ポーランド・スウェーデン戦争が終結すると、チャルニエツキは1630年に、ハプスブルク帝国軍に入隊、引き続き、スウェーデン軍を相手に戦い、1631年の、 ブライテンフェルトの戦いに参加した。1633年、再び共和国軍に入隊して、シンオブ・ワディスワフ4世紀の下で、対ロシアツァーリ国のスモレンスク戦争を戦い、外国人に傭兵隊から西欧の戦術を学んだ。1633年12月、奇襲部隊を率いて、ロシア軍の後方を襲撃して、ロシア軍に恐怖を広めつつ補給船を拡乱。 ロシアの町、コゼリスクに放火した。スモレンスク戦争での功績により、王冠領や戦ヘトマンマルチンカザノフスキ率いる、コサック系機兵部隊のポルチュニクに昇進、スモレンスク県のスタロドゥーブ近くで少量地を獲得した。戦後、より名声の高いフサリア部隊に移り、おそらく国王軍の削減により、ブワディスワフムイシュコフスキ、ついでスタニスワフルボミルスキの士兵になった。 1635年に、後のヤン二世カジミエシュに、軍事顧問としてウィーンまで同伴した可能性がある。1637年、ゾフやコビエジツカと結婚した。同年に、パブロ・パブリウク率いるパブリウクの乱の鎮圧に関わり、クメイキの戦いに参加、勝因となる、騎兵突撃を率いた。同年には、軍人代表として、ワルシャーで開かれた政務に派遣された。 ステファン・チャルニエツキその後の数年間はエレンスに住み多くの人々が敵意を持っていた南東部国境で軍務を続けた。1644年、コニエツポルスキの部下としてオフマーチューの戦いに参戦、トハイベイ率いるカタ,タール軍に対象した。コニエツポルスキの軍勢にはプーコブニクが7人いたが、チャルニエツキはその一人として騎兵突撃で戦闘に決着をつけ、 名声を大いに高めた。同年には自分の景気兵部隊を持つレギメンタ種になったが、フサリアではポルチュニクのままとなった。続くフメリニツキーの乱にも参戦。1648年5月16日のチ内ーデの戦いで、多くのポーランド貴族と同じくボフダンフメリニツキーの捕虜になったが、すぐに身も白金が支払われて解放された。その後は、 コダック要塞の守備についたが、要塞が9月26日に降伏したことで、チャルニエツキは、再び捕虜になり、ズボーリュー条約が締結された後の1649年秋に解放された。以降、大ヘトマンミコワイポトツキのフサリアホロンギエフの、ポルチュニク、ポトツキの部下として、軍事裁判官を務めるなどした後、新王ヤン二世カジミエシュに越見した。 1651年には、ベレステイチコの戦いとビーラツェールクバの戦いに参加した。チャルニエツキはサンドミエシュのホロンジーに助され、1652年1月には、セームへの軍人代表に選出された。ナギエルスキによると、チャルニエツキは、セームから戻ってくるとき、バティフの戦いにおける、ポーランド人捕虜の虐殺を目撃し、 以降共和国のの敵ととと妥協が難しいい考えるよううになったという一方、ポトホロデツキは、歴史家のボイチェフやツェクルゴーエンツキが、チャルニエツキによる目撃を疑問視していることを挙げ、彼がバティーフにいた格好とした証拠はないと結論付けた。いずれにしても、虐殺は、両軍の敵意と憎しみを増す結果になり、チャルニエツキは、 バティーフの戦い直後に書いた手紙でもし十分な軍事力があったら、ほとんどのルーシ人を生かさないだろうと述べた。同1652年、チャルニエツキは、ヤン二セイから領土とオボジヌイの職を授けられた。1653年、部隊を率いて、ウクライナのコサック領を荒らし回ったが、部隊自体も大きく消耗した。この戦役において、チャルニエツキは、マンリスカで負傷した。 1654年にも制圧戦を続け、1655年1月には、オフマーチューの戦いに参戦した。1655年5月、チャルニエツキは、ヤンニセイによって、ウクライナからワルシャーに呼び戻され、その経験を買われて、タイスウェーデン戦争の作戦会議に参加した。この時点でチャルニエツキの名声は大きく、政務はたびたび、ウクライナ奪還の功績について、 チャルニエツキに感謝する道義を議決、当時一時的に共和国と同盟していたオスマン帝国にすら尊敬された。1655年5月14日、キエフ上主に任命されたことで、ポーランド上院の一員になった。プーツク近くにいるチャルニエツキ、ユリウシコサックサク、19世紀。1655年にスウェーデンウォーカール十世がポーランドに侵攻すると、チャルニエツキは、 クラクフ包囲戦で軍港を挙げたが、結局クラクフを明け渡して撤退することを余儀なくされた。上院議員の大半やヘトマンが一時的にスウェーデン側に寝返ったにもかかわらず、チャルニエツキはヤンニセイを支持し続け、海外逃亡を余儀なくされて、退位を検討していたヤンニセイの大きな支えになり、ヤンニセイはチャルニエツキを国王軍のレギメンタ主に任命するとともに、 さらなる領地を与えた。ヘトマンたちはこの時点で、ヤンに生死時に戻ったが、チャルニエツキは彼らの反対を尻けて、スウェーデン軍にゲリラ戦を挑んだ。スウェーデン軍は、機動的で凄まじい火力を有したが、チャルニエツキのゲリラ戦には弱かった。1656年2月中旬のゴーンプの戦いでは敗れたが4月のバルカの戦いに勝利、以降も情勢が大きく変わり続け、 5月の空越コの戦いと6月のクチニアの戦いでは2度も敗北した。しかしいずれも限定的な敗北であり、チャルニエツキは規律を保って撤退した。他にもビエル・コポルスカでのタイスウェーデン放棄を先導して大成功を収めた。7月のワルシャワの戦いはチャルニエツキの意見に反して戦われたものの、その後の戦略で何とか敗北の影響を、 最小限に抑えた。チャルニエツキは、ヤン二世の指示があったにもかかわらず、旧来の貴族からは、成り上がりとみられ、ヘトマン就任を反対されたため、チャルニエツキは、翌年初に、ルテニア県のボイボダの職と、国王軍の将軍及び副指揮官という、特別称号しか受けられず、非公式のヘトマンのような立場となった。王官僚や戦ヘトマンは、チャルニエツキより、 やや劣るものの優れた指揮官である英ジセバスティアン・ルボミルスキが任命された。チャルニエツキはこの出来事について、私は塩や畑から始めたわけではなく、私を傷つけるものから始めたと述べた。ルボミルスキ家は、塩貿易と農業で財を成したのに対し、チャルニエツキは、軍務から財を成したが、ヘトマン就任の決め手になるのは、軍務ではなく、 金銭と政治であることを風刺した言葉だった。1657年、マギエルフの戦いで、ラーコーツジェルジ2世紀の軍勢を撃破した。1658年と1659年には、デンマークスウェーデン戦争で、デンマーク軍に火星、アルス島やコレン方位戦で戦った。コレン方位戦におけるチャルリエ付き、ユゼフ・ブラント作。1660年に、 オリバ条約が締結され、ポーランドとスウェーデンが一旦和解すると、チャルニエツキは、東部戦線で再燃した、大路戦争に転じ、1660年から1661年に、かけてのポーンカの戦い、馬車側の戦い、クシュリキの戦いで軍港を挙げた。しかし、この戦役がチャルニエツキの人気の最高潮となった。というのも、ヤンニセイが、ウィウェンテレゲで、 大根でをじ期国王に指名するという不人気な計画をし進めようとしてチャルニエツキに関与させたのであった。その結果、チャルニエツキは当時賃金支払いが行き届いておらず不満があった軍人からの支持を失い、ロシアがポーンカの戦いでの保虜解放に支払った身代金を着服したと批判された。1662年の政務では軍人代表の一部がチャルニエツキを制裁するよう、 要求したほどだった。チャルニエツキは最後の戦役となる1664年末の戦役でフルーヒュー包囲戦を行ったが失敗に終わり、イヴァンシルコ率いるコサック反乱が勃発したことで撤退を余儀なくされた。1664年7月22日にキエフのボイボダに任命され、1665年1月2日には王官領や戦ントマンに任命された。 しかし、チャルニエツキは、ヘトマン任命の知らせが届く前に、リシャンカで負傷した。ヤン二世は追放したばかりのイエジ、セバスティアン・リボミルスキが、ロコシュを起こすことを恐れて、チャルニエツキを呼び戻すが、チャルニエツキは、負傷から感染を起こし、2月16日にリビウ近くの、そこを孵化で死去した。チャルニエツキの共像ワルシャー王宮所蔵チャルニエツキは、 ワルシャワで国葬された後、チャルンツァで建てた教会に埋葬された。遺産は、老いのステファン・スタニスワフ・チャルニエツキが継承したものの、チャルニエツキ家は、長続きせず、やがてその財産は、ブラニツキ家の石となった。チャルニエツキは、ポーランドにおける優秀な軍事指揮官の一人とされる。歴史学者のレシェク・ポトホローデツキは、チャルニエツキを、 一撃離脱戦法のポーランドにおける最良の使い手とし、同時代のポーランド軍指揮官のうち最も長く従軍し、大規模な戦闘に27回参加、うち17回は自ら指揮したと評価した。また、大洪水時代のスウェーデン軍を撃退するのに不可欠な指揮官と見られ、退路戦争でも成功を収めた。さらに、弱小貴族からエトマンと、 裕福なマグナートまで成り上がることはそれまでの共和国で見られないことだった。チャルニエツキは存命中にも鹿で英雄として伝えられ、晩年には悪い噂もあったものの死後はほとんど伝えられなくなった。ポーランドにおける啓蒙時代には、スタニスワフ・レベラッポトツキ、フランチシェイク・カルピンスキ、ユリアン・ウルスイ・ニエムツェビチ、 フランチシェク・クサベル・イドモフスキなどの詩人と作家がチャルニエツキに関する作品を創作した。そして、ミハウ・クライエフスキによる伝記はチャルニエツキがポーランドを無政府状態と侵攻から救った英雄という伝説を不動なものにした。18世紀末のポーランド分割以降はチャルニエツキの伝説がさらに広く言い伝えられ、ポーランドにおけるロマン主義の時期には多くの芸術家がチャルニエツキを 愛国のシンボルにした。例えば、ジグムンとクラシンスキの夜明け前という詩、ヘンリク・シェンケビチの三部作に登場した。後に、ナポレオン戦争時代のポーランド人旅団の歌と、ポーランド国家となる、ポーランドは未だ滅びずも同時期に作曲されたが、この歌は、チャルニエツキが撤退中のスウェーデン軍をポメラニアとデンマークまで追撃し、特に全軍を率いて、 デンマークのアルス島に渡った時の出来事を描写している。このようにチャルニエツキに関する主観は長らく聖人伝にも似たものだったが、ポーランの第二共和国の時期になって、より批判的な歴史研究が始まり、ブワディスワフ・チャプリンスキはチャルニエツキが本質的に兵士であり、残忍や貪欲といった欠点も持ち合わせると述べた。現代の歴史学ではチャプリンスキ、 スタニスワフ・ヘルプスとアダム・ケルステン、ズジスワフ・スピエラルスキの著作が取り上げられるが、ポトホロデツキはチャルニエツキがポーランドの歴史における重要人物であり、ポーランドの歴史学者の間で研究されているにも、かかわらず外国の歴史学者にはさほど興味を持たれていないとして、ヨーロッパ史では重要人物になっていないと結論付けた。ありがとうございます。